つまりね、怒っちゃいけないんですよ。エンビザラインあるある症例別アンフィット編、今からお話します。子供のマウスピースが合わなくてどうしたらいいの、でこんな時にどうするの、何が原因なのか、対処法どうするの、もうえどうするのこれ、入んない、もしくはカパカパしちゃってる、私の子供が、私の娘が何がいけないのか、でさらにどうしたらいいのか、もうお父さんもお母さんもちょっとあわわわわみたいな感じになっちゃって心配だと思うんですけど、それをまあちょっと聞いてみてください。安心です、大丈夫ですからね。それを今からお話ししていきたいと思います。で、このアンフィット、アンフィットっていうのは何かっていうと、アライナーがね歯にちょっと合ってないと、でたまたま昨日ちょっとそういうのがあったわけです。ピンとくるものがありまして、でそれが子供のマウスピース、インビザラインが合わない。昨日ね、僕の大学の時から親友がいて、でその親友のね、その名前言っちゃっていいのかな、ダメ、ね、あ、これから生えてくる歯が、ちょっと他の歯が使ってるのかなとか、あと6番だったら、で4番の5番の時は、前歯に限って言うと、最後に矯正が終わるとか、それがポイントです。ね、お子さんの成長を喜び応援してあげてください。症例別アンフィットのお子さん編ね、子供のお子さんのインビザラインの治療でもしこうなったらこうすればいいんだっていうねヒントが満載なので、最後までぜひ見ていただきたいと思います。あともしよかったら、チャンネル登録の方もじゃあいきましょう。皆さんごきげんよう、小島です。今日は大好評のインビザラインあるあるシリーズ第3弾ということで、またやるのかみたいなねいうことなんですけど、もうなんで第3弾やるのかということをお話しするんですけど、第1弾が2021年の1月の段階で15万再生なんですよ。15万やばくないですか。15万ってやばいですよ。だって東京ドーム満帆で5万人ですから、東京ドーム 3Ds ですよ。東京ドーム 3Ds、 僕のアライナーのアンフィット編を聞いてくれてるんですよ。ありがとうございます。もう本当にでそんだけニーズがあるということをちょっと感じて、前回第2弾でインビザラインのアライナーアンフィット編の患者さん編、これがわずか4週間で5万再生です。やばくないですよ。あの第1弾のインビザラインのアンフィットあるある編は4ヶ月なんですよ。4ヶ月で15万なんですよ。で1ヶ月でいうと3万7千ぐらい、3万7000再生で4ヶ月で15万ぐらいなんですけど、1ヶ月で4週間で5万再生ってことは、やっぱり4ヶ月で言ったら20万、東京ドーム 4Days ですよ。やばくないですか。でそんだけ多分日本中で、まあ、インビザラインのアンフィットを気にしてる方が多いんだと、患者さんも先生も、あとこれから始めようとしてる人も、だったらそこでしょうと、ね、世のためになるものをねやっぱ出していくのが YouTuber YouTuber になっちゃったんだよ、ついにね。で今日はですね、インビザラインあるあるのアンフィット編の第3弾だったんですけど、これからはねちょっと思考を変えて、もっとちょっとこうディープな世界、患者さん別もしくは症例別でお話ししていこうかなと。ですよね。なんでかというと、こう大きい中でね、こんな感じなんじゃないですかって話してたら、それがもう15万とかで、患者さん向けやったら5万とかなっちゃってますんで、だったらもうねよりお届けしたいと、ね、そうなって、今回のインビザラインあるあるの今度症例別なんですよ。症例別ですよ、ドーンとドーンとお届けすると。ね、このアンフィット、アンフィットっていうのは何かっていうと、アライナーがね歯にちょっと合ってないと、でたまたま昨日ちょっとそういうのがあったわけです。ピンとくるものがありまして、でそれが子供のマウスピースインビザラインが合わない。昨日ね、僕の大学の時からの親友がいて、でその親友のね、その名前言っちゃっていいのかな、ダメ、うーん川先生ね、うん川先生って、あだ名は嫌だって言われてますけど昨日ね、メッセージが来たんですよ。ちょっとうちのね、まな娘のちょっと見てほしいんだけど大丈夫かなと、じゃあちょっと写真送ってねって、うちはそのリモートコミュニケーションっていうのをしてて、必
患者さんがね、お家で写真をこうスマホでこう撮ったものがちゃんともう見れるんで、僕たちが常にチェックしてるんで心配ないですけど、今まで平気だったけど、突然その娘さんの検診がちょっと合わなかったと、合ってないと、マウスピースが全部入んないと、これどうしたらいいのっていう写真が来たんです。でそれに対して僕がこうするといいよ、ちょめ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 するといいよって言って、その後ちょめ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 をしてもらって写真を送ってもらったらバチッと入ったわけですね。それをちょっと今日お話ししたいなと。アライナーのアンフィット、お母さんとかお父さんとか心配だったりする人もいると思うんで、あ、お子さんのインビザラインの治療でもしこうなったらこうすればいいんだっていうね、ヒントがこう満載なので、最後までぜひ見ていただきたいと思います。あと、もしよかったらチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。インビザラインあるある症例別アンフィット編、今からお話します。子供のマウスピースが合わなくてどうしたらいいの、でこんな時にどうするのと、ね、何が原因なのかと、対処法どうするのと、で今日のお話はお子さんなんで、まあ、小学生とかね、中学生の初めぐらい患者さんにフォーカスを置いてますんで、まあ、インビザラインで言うとインビザラインティーンっていうね、そういう感じだと思うんですけど、まずね、歯ごとに分けてお話ししていきたいと思います。まず検診合わないと、これは、まあ、昨日の僕の友人川先生のお嬢様が、まあ、実際そうだったんですね。下の歯の検診がちょっと全然合ってないんだけど、どうしたらいいのっていう感じでご連絡をいただきました。で対処法はどうしたかっていうと、まず当たるところのマウスピースをちょっとこうハサミでカットしてみてください。ただこんだけです。入れてみて当たってるところ、強く当たってるところがあったらそこだけちょっとカットしてみてください。そしたらパチーンと入りました。つまりどういうことかというと、この前歯が2112っていうふうに言われてて、第1第9歯が6番目の歯で、345が横の歯なんですけど、3番目ってちょっと遅いんですね。ムクムクと生える前に歯型取ってたりするんで、3番の歯がぐん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 生えてくるとマウスピースと合わなかったりね、してしまう時があるんです。でその時はどうしたらいいかっていうと、先にぶつかってるところだけカチカチっと切って入れてあげてもいいし、生えてきてるから合わなくなってきてるんで、むしろ心配しなくていいよと、新しくもう一度歯型取ってもいいよということですよね。むしろマウスピースでグーッと押さえちゃって生えてくるのを防いじゃって、生えない方が心配ですよね。その3番目の歯がグーッと最後生えてきてくれる時に合わないなと思ったら病院に行って歯型取るのも OK だし、もしお家で当たるとこがあるなと思ったらちょこっと切ってあげて合わせてあげてもいいし、特に心配しなくてもいいと。成長期なんだね。つまり大人の方のインビザラインだと歯が全部生えてるじゃないですか。なので合わないイコールなんかね、ちゃんとやってないんじゃないかみたいな感じで思っちゃったりするんですけど、まずお子さんの場合は成長すると、顎も成長する、糸切り歯も生えてくる、前歯の4本と奥の歯が先に生えて、残りのこの3、4、5はね遅れて生えてくるんですよ。で成長してどんどん生えてきたから、ここに先にぶつかって他の歯が合わなくなっちゃったっていうだけなんで、あ、よかったねと、成長してるんだねと。分かりやすく言うと、昔買った洋服がきつくなっちゃったんで新しいの買いましょうと、ね、靴が小さくなったから新しいの買いましょうと。なんで靴が入らなくなっちゃったってならないじゃないですか、ね、もう成長してるねってなるでしょ。あ、大きくなったんだね、それでいいと思います。なので犬歯が合わないっていうのが、まあ、犬歯が放出してきてるよと、犬歯が生えてきてんだなと、いいじゃないですか、全然心配ありません。あとなんか病院に行くとなんか怒られちゃうんじゃないかと、絶対怒られませんね。心配しないですぐ言ってください。だって成長してコラーなんてないでしょね。靴がちっちゃくなりました、なんで靴がちっちゃくなるんだっておかしいじゃないですか。あるはずないんで安心して病院に行って、ちょっとここが当たるんですけど見てくださいと言えば OK とね、これで大丈夫ですね。はい、はい、心配なしと。で次いきます。第1第9歯が合わなくなってきたと。第1第9歯というのは、乳歯というのはですね ABCDE ってあって、その後ろに大人の歯が一番初めに生えてくるんですよ。一番初めに生えてくるんで磨きにくかったりとか、今までない歯が生えてくるんで、おちびちゃんたちからするとね、歯ブラシ大変なんです。
でもその第一第二牛歯がどん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 手前に向かって生えていっちゃったりすると、そうするとどうなるかっていうと歯がね、永久歯がガタガタで生えてきちゃうんですよ。だから第一第九歯の6番が後ろの位置にいてくれるといいんです。歯はね、自然にこう前に向かって生えてくるんですよ。どん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 こう接近してくるんですよ。ってここの間の人がもうちょっと待ってってなっちゃうわけです。3番4番5番の方が後から生えてくるからね。なので3番4番5番の人がええって感じになって、外側にいっちゃったり中側にいっちゃったり八重歯にいっちゃったりとかするわけなんだよね。接近するのをちょっと待ってて、そこにいて、それがすごく大事なんです。第一第九歯が放出してきてインビザラインが始まったら、第一第九歯が手前に来なければいいんです。なのでちょこっと合わなかったとしても6番も生えてくるしね。一番初め多分ね、スキャンするときって多分ね、こんな感じなんですよ。お肉から生えてきたんです。これぐらい足もまだ短かったりする。でだんだん足も立派になってきて、だんだんむくーっと出てくるんです、こうやってね。そうすると初めの洗い流しはやっぱり合わなくなりますよ。これも放出もあると思うし、この犬歯と同じでね。あとちょこっとかぶさってるだけだとしても手前に来なければ OK。 そこの場所にいてくれるだけでも、そこお願いしますとね。そうすると、あ、分かりましたと、ここはもう席が決まってるんですねと。そうすると3番4番5番がちゃんと入ってくれるんで、それだけでもすごくいいです。もし第一第二牛歯が合わないなと思ったとしても、手前に来ちゃってるんじゃなかったらいいんじゃんと。6番が手前にこう来ちゃってるんだったら、もう一度すぐ歯型取って病院に行ってもらって、歯型取ってもらって、ちゃんと後ろにクッと送ってもらうようにインビザラインで動かさなきゃいけない。心配しなくていいと。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ次3番目。この論文はインビザラインのお子さんの矯正治療で日本人で初めてジャーナルオブクリニカルオルソドンティクに2020年に掲載されました。速報新聞、これが大事なんですよ。4番5番これがね、合わない。乳歯の臼歯、乳臼歯 D とか E が結構残ってたりする方、インビザラインのスキャニングして D とか E の状態でスキャンするでしょ。で D と E をインビザラインがずっと掴んでるから、なかなか抜けなかったりとかして、で抜けたとしても5と4が外側に入ってきちゃったりとかね、それ困っちゃうんですよ。なのでもし D と E が残ってる状態でインビザラインが始まってるとしたら、もしこの揺れてるなと思ったりとかしたら、まあ、ちょっと抜いていいと思います。あんまりこうね、頑張ってそこにいてもらわなくても、特に反対側の歯が抜けてたりしたら、もうこちらの歯も抜いてもいいよと。6番があってこの下の4番と5番がもう生えてきてるようであれば、早く D と E は抜いてくださいと。永久歯があって D と E の乳歯があって、その上にインビザラインがあるんで、どんどん生えてくるんで浮いてきたりします。そしたら、まあ、この D と E を抜いてあげるとピタッと合うし、あ、4番と5番が外側に来ちゃったな、病院行こう、スキャニングしよう。でもこれは悪いわけじゃなくて、成長ね、お子さんがすくすくと成長してると喜ばしいことです。もう何の心配もない。はい、で次4番目、前歯ね、1番2番が合わない。たまに言いません。うちのクリニックの話をします。これはうちのクリニックだけの話なんで、全部の先生とはちょっと合わないかもしれないんですけど、まずうちではね、この大人の歯の2112ね、に積極的にアタッチメントをつけません。なんでかと、まだ根っこがねできてないんですよね。アタッチメントつけるの全然問題ないんですよ。だけどあんまり刺激をつけたくないし、あと歯根のコントロールをギュッとまた入れたくなかったりとか、あえてアタッチメントを2112はつけないんです。つけたからといって根っこに問題があるわけじゃないけど、うちはあえてつけてない。どうなるかというと、前歯のアライナーのアンフィットがフィッティングが悪くなりがちですよね。アタッチメントつけてないから。なので心配なしということです。でがっちりつけちゃうとね、歯根があるでしょ。でまだあんまりできてないんですよ。でグッてコントロールしたら歯根がこう歯槽骨にぶつかったりするのも嫌だし、なのである程度成長に合わせて、まあ、自由に出てくれていいよと。
大体上顎骨って11歳で出来上がるんですよね。脳の成長に合わせて上顎骨の成長というのが終わるんで、11歳というと5年生か6年生ぐらいでしょ。なのでそれぐらいまでは前肢のところは多少ルーズでもいいよと、ただ生えてくれればいい、反対交互になったりとかしなければいいよって感じでしてますんで、この1番2番はねちょっとルーズでもいいのよと、あえて戦略的にね、うちではそういう風にしてますから、なんかこのここちょっと合ってないんですけどとか、ちょっとふかふかしてるんですけどと思っても心配しなくていいよと、大丈夫よと、すくすく歯は出てきてるよと、いつも頑張ってますねってうちは応援してあげてます。なので犬歯の場合、第一第九歯の場合、速報歯群4番5番の場合、1番2番の場合のお話をしました。で7番っていうのはだいたい中学3年生とかね、そこら辺ぐらいで生えてくるんで、15とかね14とかで生えてきますから、お子さんの時の心配は、まあ、ここら辺なのかなと。まずね、子どものマウスピース矯正をするときに、お父さんお母さんがね特に意識してほしいことって何かっていうとこれなんです。矯正治療はねマラソンのごとく、応援こそ効く。これ名言ですね、私の。もう一度言います、いい話だよいい言葉2回言っちゃうからね、はい、矯正はマラソンのごとく、応援こそ効く。つまりね、怒っちゃいけないんですよ。ただでさえお父さんお母さんはね、怒りたくもない我が愛おしい子供たちを立派な子になってほしい、それが親のしつけだと、心に鞭を打ってダメですよと、ちゃんとなさいとしますよね。でその言葉を言うたびにお父さんお母さんは自分の心が傷つくと、ね、それをお子さんは分かっておりません、ね、お母さんがいつも怖いとか、なんかそういう勝手なことばっかり言ってますということを言ってはいけません、お子さんたち、ね、でもそのお子さんたちも自分が親になったら初めて分かるんですけど、親になるまで分からんと。でただでさえお父さんお母さんはね、もういろんなこう注意をしてなきゃいけないのにもかかわらず、この矯正でも注意しなきゃいけないと、大変でしょ。あなた洗いがちゃんとつけてなくてふかふかじゃないと、また病院で怒られるでしょみたいなね、でかわいそうじゃないですか。なのでちゃんとつけなさいとか、そういうことを言いたくなっちゃうんですけど、真面目なお父さんお母さんに限って。でもお子さんのそのインビザラインね、アライナー矯正治療っていうのはもうマラソンみたいなんです。つまりね、長距離なんですよ。だってこれから歯が生えてきたりとか、前歯を並べてあげて、6番を後ろに送ってあげて、糸切り歯と4番5番の速報歯をヒューッと入れてあげて、抜歯しないでなんとか並べたいとか思いますよね。ということはもう数年単位なんです。なので楽しく、おーいいねーと、並んできたねーと、いいじゃないっていう、そういう感じで長い目で見ていただきたい。でマラソンもね、マラソンランナーの人ってこう沿道とかにこういっぱい行ける。なので多少のアンフィットがあっても心配しなくていい。お子さんのインビザラインはね、アライナー矯正のアンフィットに関してはこんな感じでお話しました。この後ね、学校での使用方法、お子さんですから何時間ぐらい使用してるの、うちはと。モチベーションの上げ方、モチベーションやる気ですね。始めるタイミング、いつから始めたらいいのと、うちの子ね、なぜマウスピース型矯正がお子さんにとっていいのかと、そういうお話は知りたいですね。オンラインサロンのことを話しますオンラインサロンは僕が毎日新しいニュースとかね、あと僕がこういうことやってますよと、僕の症例とか、あと最近はね、海外の僕のセミナーとかもオンラインサロンでどんどん配信してます。オンラインサロンの方、こちらの概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。内容、今日の内容、ためになったな、勉強になったな、面白かったなと思う方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。またね。皆さん、ごきげんよう。小島です。今日はですね、コアフロントさんの城崎さんのご協力を得て、ちょっと面白い企画をさせていただくんですけど、この3D プリンターって見てください。すごくないですか、これ。こんなに4つ並んじゃってるんですよ。なかなかない。ないですね。ないですよね。はい、うちも初めて。本当ですか、はい。ありがとうございます。2021年はもう 3D プリンターないとダメよということで、 3D プリンターじゃ徹底比較と。
見ていただきたい。でマラソンもね、マラソンランナーの人ってこう沿道とかにこういっぱいギャラリーがいて、はい、頑張ってとかね、ガーとかしてる。マラソンしたけどね。しました。大丈夫？泣いてるけど。感動した。感動した。滝のような涙出てますけど、どうしたの？カット。感動じゃない。感動です。感動。はい、何で感動したの？マラソンの話。マラソンの話で感動したの。ありがとうございます。どの時のマラソン？エファンランですか？え？エファンランの話です。あれで、あれを思い出して泣いた。そこはもう大丈夫。違うもんね。マラソンってそのこう大変でしょ、はい、その時に僕もねマラソンってあんまりしないんですけど、まあ、ある学会でマラソンする時があったんですよ、ね、和歌山県の。そこで地元の人がこうおじいちゃんおばあちゃんとか小学生とか中学生が頑張ってとか言ってくれると、その瞬間こうちょっと早くなるんだよ。でその応援の人がいらっしゃらないところは、はあ、みたいな、明日公演よと走ってる場合じゃないでしょとか思ったら、あそこに中学生の方とか頑張ってとかやってるとこ早くなるわけ、はい、つまりどういうことかっていうと、応援してもらえると人間って頑張れるんだなと。でそこでもしねギャラリーの人が遅いよとか恥ずかしくないのかとかね、そしたらもうなんかもう走んなくていいしとかなっちゃうじゃないですか。なので矯正治療、お子さんの矯正治療はマラソンのごとく応援こそ効くと、そういうことですよ。よく頑張ってるねと、並んできてるじゃんと、はぁ、生えてきたねと。